どうも、キーチピでかい、まだです。おしゃしゃ、ヒドロキシ。ボイラーはボイラー。燃えちゃってんだろ、お前さん。というわけですね、今回まずはビジョン、都市伝説シリーズでございます。なんやねん。というわけですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでみます。あはは、どうもどうも。お願いします。いや、先生。いや、ミスター関、触れんのありましたよ。もう、バカ呼ぶなって。今回の都市伝説は、アメリカ国防総省のペンタゴンが、公に UFO の調査をしていることを暴露したね。というわけですね、今回その UFO の暴露について、触れていきたいと思います。まあ、あの、アメリカ国防省、かさぶた解体するわ。まあ、あの、アメリカトップの秘密機関である国防総省のペンタゴンが直々に UFO の調査を知ることを、テキさん認めたんですよね。これもうね、つい1週間ぐらい前のことだからね。めちゃめちゃホットですね。で、そのペンタゴンが高度航空宇宙脅威識別プログラムっていうのを実行してて、その一環として行われたってことを発表したのね。で、このプログラム自体は実は2012年に表向きでは終了っていうふうにされてたんだけども、実は秘密裏にペンタゴンがその後も引き続き UFO の目撃情報を調査していたらしいんだよ。これアメリカが、UFO を目撃した時の、マニュアルっていうのも、この間暴露されたばかりで、暴露しっぱなしなんですね、最近は。で、UFO とか陰謀論に著名なイギリス人研究家のニック・ポープさんって人は、これは本当に驚くべきことだっていうふうに述べてるね。今までの公式声明では結構曖昧なところが多くて、疑い深い主張が多かったんだけども、彼らが本当に世間で UFO っていうふうに呼ばれるものを調査していたっていうことを言ってしまったわけね。母さんにさ、なんか宇宙人みたいなの釣りしてたんだけど。地元のじいちゃんだろ。そう、だからここ数年アメリカ政府はUFO に関心があって調査をしてるってことを認めざるを得ない状況がいよいよ出てきたところなんですよ。うわぁ、関心意欲されて20万学校かてね。で、2017年に元国防総省職員のルイス・エリゾンド氏って人が約2200万ドルを投じられたその高度航空宇宙脅威識別プログラムの存在を暴露したのが話題になったのね。で、まあ、このプログラムっていうのはアメリカに住んでる国民だったりとか、また米軍たちが目撃したその目撃談を通じて報告された UFO の正体を特定して、それがアメリカの国防上の脅威になる可能性があるかどうかを判断することが目的としてされてるのね。で、まあ、一つ例を挙げると、アメリカの戦闘機のスーパーホーネットっていう戦闘機のパイロットが訓練中に謎の飛行物体を目撃してて、それが全長12メートルほどの楕円形で白っぽくて地面の上に浮いてたらしいよ。CG 映像研究家かお前。で、それは本当にもう煙のようなものも出てなくて、翼もプロペラもないのね。ただの真っ白な楕円形が移動速度秒速 1.6 キロにも達してて、パイロットが接近を試みるも全く追いつけなかったらしいよ。まあ、それに対してアメリカは本気で調査を進めてるね。もうね、非科学的なものがどんどん現実的になってくる。やりすぎのオープニングみたいな。まあ、つまりこれ、本当に地球外生命体とか、今まで SF のものとしてされてきたものが、いよいよ SF じゃなくなってきたってことらしいんですよ。受け入れる。ドライバーなみたいな顔したの。いよいよ関さん、これ本当に徐々に情報が開示されてきたってことが、やっと行われてきたってことですね。サイエンスフィクションが、サイエンスノンフィクションになるってことだよ。俺の言い換えじゃねえか。